キー確認。チームアークライド解決事務所、これより中層領域を解放する。来たな、参加者たちよ。自分はアレクサンドル。第二フェーズ中層領域を担当する。基本ルールはメルキオールが話した通り、互いに潰し合いつつ進んでもらうことになる。昨日脱落したのはたったの5チーム。これは想定していたより進みが悪い。中層のタイムリミットは4時間だ。残りチームが半分になるのが理想だな。今回必要なアクセスキーは6つ。逃走を乗り越えたどり着いてみせるがいい。どうか安らかに任せるがいい。任せろ。
か。ここは物理攻撃でおすすめよ。アーツ攻撃でおすすめよ。お任せを。任せるがいい。ちまちまとネズミらしい戦いぶりじゃねえか。これも戦法、真正面から挑むなど愚の骨頂。猛牛がごとき守護騎士殿に理解できると期待はしていないが。なんだとてめえ。落ち着いてください、セリスさん。彼らもある程度は分かっているでしょう。手だれを集めて策を弄したところで、セリスさんと僕には届かないことを。
双方収めるがいい。見つかっちまったか。バルク、いえ、ベルガルド先生。すでに私は教会を離れた身、とやかく言える立場ではない。だがそれゆえに、私個人としての筋でお主らを正させてもらうつもりだ。同じ女神をいただく守護騎士と僧兵たちを代表するお主らが、罪なきあまたの命がかかっているこの局面で手を取り合うまではいかぬとしても、よもやくだらぬ縄張り争いなどに興じたりしてはおらぬだろうなと。やれやれ、さすが先生、グーの音も出ねえぜ。そうですね、あなたたちもそれで構いませんか。もとより我らに争う意思なし、慣れ合うつもりも毛頭ないが。てめえ。が潰し合うのも愚策、そこは死のおっしゃる通りだろう。我らは失礼する。遊戯盤の先で会えることを祈っている。先生も噂は伝え聞きましたが、久々にお目にかかれて何よりです。私もだ。